劇場アニメーション頑張っていきまっしょい、主人公エツネ役の雨宮空です。姫役の伊藤美久です。私が演じさせていただくエツネですが、高校2年生で姉御肌な性格からエツネと呼ばれています。転校生のリーに巻き込まれる形で仕方なくボート部に入部します。何事にも一生懸命になれない冷めた性格なんですが、ボート部の仲間と出会い過ごしていくうちに少しずつ変化が起きてくる、そんなキャラクターです。私の演じる佐伯姫はエツネと同じクラスで幼なじみです。明るい性格で内向的なエツネを結構引っ張ったりとかもできるような子ですね。そしてボート部ではコックスという重要な役割を担当しております。しっかり者で周りをよく見るコックスにぴったりな優しい子です。姫はね、常にさ、エツネと一緒にいてくれて、今エツネがどう思ってるかな、どう感じてるかなっていうのを常に感じ取って、不快じゃない形でそばに続けてくれるなって。めちゃくちゃ大人で、で誰からも好かれる、誰とでもよくお話しするけど、なんかそこに不自然さがないなって。なんか常に姫としての自然体でいるし、で言うことはちゃんと言うし、でも全く嫌な感じがしないって、すごいいいな。才能だよね、うん、誰も傷つけず不快にさせず、うん、すごい隣にいるって、うん、本当に姫みんなが好きだと思うしかも、あ、可愛いんだよね、あのエツネ頑張れみたいなことを、うん、こう言いながらちょっと一人で歩いてるし頑張れ頑張れエツネ、頑張れ頑張れエツネ一人で言って一人で帰るってそうなの。あと隣でこうやって寝てるエツネと一緒に、うん、写真撮りそうしたりとかそういうなんか無邪気なところも含めて大好き嬉しい、姫が大好きです。エツネはもうみんなが本当に見てくださる方々が共感するキャラクターだと思いますし、うん、感情が表に出やすい、そうね、確かにね、怒ってるとか、ね、うん、悲しい嬉しいが意外と出やすくってこう冷めてるように見えて実はすごく燃えているというか、素直だしけなげに見えて応援したくなるキャラクターだなって思います。好きなシーンというかセリフは、うんっていうセリフが好きなんですけど、うんうんうんって全部気持ちが分かるんですよ。なんかかったるそうにしてるうんと、ちょっと二宮くんとかに会った時に頑張ろうなって言われた時に目も見ずにうんそのシーンたちがめちゃくちゃ可愛くって愛おしいなとすごく思いますね。見てる人も、あ、エツネ今この運だったなみたいなこう考えてるんだなみたいな、こうエツネ見ながらいろいろ考えてもらう得るんじゃないかなって思います。劇場アニメーション頑張っていきまっしょい、10月25日公開です。ぜひ劇場でご覧ください。お願いボート部入って。自分に自信が持てないエツコはボートに出会った。必死になって努力して世界が輝き始めた。空色の水しぶき、その眩しさ。何も頑張れないと思ってた。だけどみんなと一緒なら